おはようございまーす。ワドでーす。1万人リアツと旅、2日目でーす。ロハコさんの家でぐっすり眠れました。ほっこりお兄さんはコツ。おはようございまーす。今雨降ってるんで、雨が止むのを待っております。おはよう。おはよう、ちでちゃん。おはようございます。今日どうしようか。どこ向かう？なんかね、台風の残骸みたいなのが、あるらしい。ロハコ天気予報によると。ロハ天気予報。ロハコさんでも天気当てるのうまいよね。前から天気いつもよく調べてくれてて。おぉ。ザーッとったらたまったもんじゃないじゃん。ね。豚みたいないびき。俺、いびきひどいんだよ。睡眠障害持って。ね。秋葉原は、駅から出てしばらく屋根だから。ああ、そうだね。秋葉原でリアとつまち。いや、どうしようかなと思って。みんなと相談しながら決めようって思ってます。どこ行こうか。おはよう、カブニート。俺、いびきひどくて、それ呼吸困難でさ。朝ごはん、バガーありがとう。髪型すんごい。すごいね。すごい。ボンバーヘッド。突風で煽られたりしたね。うん。すっごい引きだったよ。マジで。あ、ゆうせいさんだ。いらっしゃい、ゆうせいさん。これ何？大丈夫？このドアの調子じゃない。ああ。どこ行こうか。自分が鍵持ってなくて。ああ、開けてくれってことか。二重ロックしてて、開かない。どこ行こうかな。千葉にもう行っちゃうか。今、ロハコさんの家だよ。追っかける感じになっちゃうのか。どうしようかな。もう一泊東京どっかに移動しようかな。そうです。どこ行こうかなと思って。新宿だから新宿から家出たのになんで新宿戻るのよ。意味がわかんないでしょ。どうしよう。新宿は庭だからさ、どこ行ってもわかる。新宿はだってもう、どこでもわかるよ。でも、リスナーさんが新宿見ても面白くないじゃん。ここは、どの辺のエリアになるんだ？今どこって、近いのどこだ？秋葉原とか上野が近いよね、こっからだと。そうじゃないの？秋葉は、総武線に乗り換えればすぐ。すぐ。160円で行く。いや、北海道の方を目指そうと思ってるんですよ。北の方行こうと思ってて。どうしようかな。なんで、ゆうせいさんは犬目町に向かわせようとしてんの？ゆいが以外。どこ行こう。上野向かいますかね。上野秋葉原。それかもう千葉行っちゃうか。船橋っていうリスナーさんがいたね。いたね。でも船橋でなんかある？何もないよ。ララポートとか競馬場とかだよね。船橋ね。途中下車の時に。その人がその時間帯にリアトスできるか、ね、そうだよね。一人しか船橋といったコメントがなかったから。そう、その人が来るか来ないか確定しないと行きづらいもんね。行っても意味なかったり。コメントで確定しても、本当に来るっていう。そうそうそう。そこは賭けになっちゃう。だよね。船橋ナイターってなんですか？
船橋ナイターってなんだろう。おじさんがよくさ、リアトツするから、ここ来てくださいって言って、うん、人ゼロ人だったとかよくあるから。うん。あ、競馬夜もやってたんですか？僕、競馬行ったことないんで、全然わかんないんですよ、競馬。うん。どうせなら数稼ぎたい。まあね。まあ、確定、近場で確定してる人がいれば、あれだけど。レクチおはよう。レクチ昨日ありがとね。どこ向かうか。なんかないかな。予算は訪問しても多分会ってくれないんじゃないかな。飲んでれば会ってくれる。飲んでれば酔ったら、いや、でも夜中だからね、予算放送やってんの。うん、昼間は多分やってないから。予算、何回か絡んだことありますけど、あんまり多分、好かれてないっていうか、まあ、挨拶ぐらいはしてね、もらえるけど、LINE 繋がってたっけ、予算。今ね、ロハコさんの家だよ、ポポちゃん。ロハコさん。赤さんでーす。かわいいでしょ。天使だから。配信者。でも音的に雨の音は止んだっぽいよね。だんだん止んでくる、うん、秋葉原でバッテリー確保しようかな、それとも。もう閉まっちゃってるか。いや、全然その場のノリで決めてますね。その場のノリで。まあ今まさにその状況です。どうするっつって。千葉行くんだったらみんなどこが見たい？千葉県のどこが見たいとかある？寝れたよ。ロハコさんの家でぐっすり寝た。社会系、東金っすか？やっぱ東金じゃない。東金ってあれ、僻地だからね、駅ないかんね。東金から、和道さんの徒歩なら、30分で、買い物昼間の方がいいよね。ディズニーランドは岡田斗司夫と横山みどり、出禁になってるかんね。著作権日本で一番うるさい会社だよ。肖像権著作権日本一番、権利を一番守ってる。ジブリよりうるせえんだから、無理だよ。しかも親父の職場だからね。親父の職場で粗相かけらんないでしょ。九十九里浜。随分それるぜ。いや、言ってもいいけど全然九十九里。それるぜ。九十九里ってどの辺だろうね。おお、サファイアちゃん昨日ありがとう。ありがとうね。
さあ、どうすっかね。どこへ向かおう。俺の希望は、温泉に行きたいの。温泉に行きたいのと、スーパー銭湯でもいいけど、風呂ゆっくり浸かりたいのと、あとなんだろうな。風呂とね、あと飯。うまいもん食いたい。いや、千葉、オカルトメッカですよ。僕、千葉出身なんですよ。メッカです、メッカです。本当に。小田ヶ池、勝業、江戸城。そうだね。勝業で寝るって。勝業で寝るのきついって。ベッドもあるし。うん、あそこハイホテルだからね。天然温泉ね。でも、カツコで寝れたら、すごいよ。定点放送。いや、もう絶対嫌だよ、一人で。その、バカでしょ。絶対やんないよ、その。練馬温泉練馬逆方面なの。不法侵入。あれはどうなんだろうね、不法侵入。あそこは不法なんないんだって。なんないんだ。じゃあ、もう、あれでしょ。売られちゃってるんでしょ。国有化されてるかどうか。うん、関東といえば千葉が一番。まあ、心霊激アツですね。本当に。なんだ、上智公園とかもあるし。本当に有名ですね、千葉は。っていうのもあれなんだよね。テレビのロケとかで行きやすいからつって千葉が結構使われてたんですよね。そう、ロケ班に。ロハコさんは心霊配信できないよ。車ないと移動できないもん、ロハコさんは。でも面白いよね。誰かが車出してくれて、その10日ね、今から2人で行って、で、俺だけ置いて帰るってさ、旅だからお前、バイバイってってね。で、ロハコさんとリスナーさん帰るって。うん。旅打ち？なんか、雨の、活業ってなんかもっと怖そう。いやー、やだやだやだ。うん。そうですね。リスナーさん車出してくれるんだったらめちゃめちゃ面白いですね、それ。俺だけ心霊スポットに置いてけぼりみたいな。いや、絶対無理だからトライしてんのね。あくびちゃんいらっしゃい。そうそう。100人とか面白くないじゃん、見てて。行ったことないけん。千葉で行ったことない。千葉は地元だからな。千葉の昔住んでた家とか見に行こうかな。千葉の昔住んでた家とか。築地は何回か配信やったけど、あそこ面白くないよ。朝方行かないと面白くない。取り憑かれるまで帰れば天は面白いね。町会議は行かないっす、僕。町会議は行かないっすね。ちょっと待って！町会議めちゃめちゃ熱いじゃん。町会議でリアトツマチめちゃめちゃ熱いじゃん。よくよく考えたら。ねえ。お、俺、アホじゃん。町会議のさ、幕張メッセの入り口で貼ってればいいんじゃん。それじゃない？それでしょ。それだよね。町会議いつだっけ？ 29、30？ ロハコさんとパコったよ。何をパコるの？ねえ、それだよ。町会議のところでリアトツマチやろうよ。ナイスアイディアっすよ、ゆうせいさん。じゃあ、町会議は幕張に戻ってこよう。29、30は。とりあえず進もう。昔のニコ生リスナーで、お、ファゾーだみたいになるでしょ。絶対。それだわ、ゆうせいさんめっちゃナイスだわ。ありがとう。
リアド中止ってわけじゃない。いや、今起きて、今からどうするみたいなことを話してたの、リスナーさんと。うん。中止ではないよ。全然。っていうか、放送回ってるとき、いつでもリアドしていいっていうルールだからさ。そもそものルールが。パチンカ最新好きだね。今予定はないけど。総会議でいいっすね。とりあえずね、なんか温泉とかなんか旅行っぽいことをやりたいのよ、俺としては。旅行っぽいこと。旅っぽいこと。いや、雨の中でもやるっつうかね。まあ今、ロホーさんにお世話になってるからね。雨止むまでちょっといさせてもらってるけど。幕張で1万人リアトズ達成したら笑うよね。なんだこの企画だよね。だって3万人ぐらいは来るっていうんだから、うん、そこでニコ生ワードを知ってる人は結構いると。まあ200人ぐらいはいるだろうね。で、その200人のうち、あ、ワドだって見つけて、声かけてくる。で、それ全部リアトスの人数入れてる。入れていいんだよ、それは。うん。今どの辺にいるか教えてくれれば、銭湯とか調べるよ。言ったらまずいよね。え？駅名とか。江戸川橋。あ、いいの言って。江戸川橋。だから多分ね、後楽園の楽屋が近いんだよ。まあ、あと、なんだろう、スーパー銭湯で言ったら、あの、大江戸温泉とか。でもね、両方とも微妙なんだよ。ちょっと。なんか、俺が求めてる、その、なんか、温泉とかではなくて、スーパー銭湯なのね。うん。どこ行こうか。東京の穴場22時間銭湯。うん。あと、リア凸に行きたい。とにかく、今近くにいる人でリア凸してくれる人がいたら、もうその人めがけて飛び込んでいきたいの、俺は。リア凸ハンターだから。誰か会ってくれる人いない？関東圏内に住んでて。関東圏内に住んでて、リア凸、オッケーな人。そこに飛び込んでいく方がいいでしょ。一人暮らしだったらね、泊めてもらったりできるとありがたいけど、さすがにそこまでは求めてないから。生活があるだろうし。どうすっかなぁ。ね、このパソコンでふわっち久々放送するんだけど、音なんかこもってない？普通に音声聞こえます？みんな。音大丈夫？このパソコン、あの、ニコ生でやると音バグるんだよ。こもる。へいっし！ここ。いや、それだけだった。これこれ。オッケー。うん、クレイジーセント。富士ビュー。あ、東中上駅。どこだ？あ、ダメですね。反対方向ですね。千葉方面に行くんですよ。北海道を目指すんで。普通の銭湯4カ所ぐらいある。まあ、普通の銭湯はあるよ。うん。向き変えた方が。いや、読めないでしょ。大丈夫。ありがとう。バッサラさん。っていうか、俺とロハコさんクラスの有名配信者になると、もう住所なんかとっくに割れてる。もう俺ら気にしてないよね。もう流れてる。もう、あの、そのレベルにいない。ある程度中堅まで行くともう、どこでも検索できるから、俺ら気にしてない。あ、見る、昨日ありがとう、ワード2。やめてください、ゆうせいさん。お部屋くまなく見たい。はいはい。くまなく。昨日片足でこんなに綺麗になったよ。すごいでしょ、床が見えてるんだよ。昨日お片付けしたんで。で、ロハコさんが寝てるベッド。で、テレビゲーム。やっぱロハコさんはそこのパソコンから配信。向こうがご飯。いや、超綺麗になったよね。え、なに？いいの？ありがとう。ロハコ丼だ。ありがとう。
ロハコ丼だ、久々だ。いただきます。いただきます。ロハコ丼です。ありがとう、ロハコさん。 Xbox だね、ロハコさんは好きなの。いただきます。ロハコさんにご飯ごちそうになります。あ、いいよいいよ、全然気にしない。何が乗ってる？牛丼でしょ？牛丼だか、豚丼だか。豚丼。いただきます。ロハコ丼うめえかんな。一流のコックックだから。いただきます。やったー。いただきます。うまっ。優しい、ロハコさん。どこ行こうかな。雨だとね、制限がすごい。うん。海はまだ早いもんね。海は寒いっすよね。どうしよう。なんかないかな。うまい。それ吉野家だから。あ、そうなんだ。美味しいね、これ。すごい味がいい。ロハコさんね、あの、通販を駆使してるから。あ、ほんとだ。いいね。ロハコさん通販、アマゾンとか楽天とかでね、美味しいものいっぱい知ってんだよ。俺、サーファーじゃないもん。肉も しっかりしてる、ほら。崩れてない。いや、牛は崩れちゃって。あ、そうなんだ。豚は崩れにくいんだね。うまっ。タレがいい。うまい。付き合うとちょっと臭いんで。ニンニクがね、強いからね。あの、吉野家生姜ベースだから、あっさり。うまい。うん。あ、懐かしいっすね。フラッシュアニメとかね、ペリーとかね、開国してくださいね。懐かしい。フラッシュアニメ、超流行ったよね、ゆうせいさん。金梅さんの家って近いのかな？金梅さんの家って近いのかな？金梅さん引っ越したから、誰も特定できてないな。もう？引っ越したから。え、金梅さんって引っ越したの？追い出されたのかな？あ、そうなんだ。今、東京。で、どこ行こうかなと思ってて。亀有の方だっけ？亀有とかだよね。金梅さんの家行ったら怒られるかな？おはよう。
住所公開されてる？金梅さんの好みはイケメンだからな。そうなんだよね。金梅さんイケメン大好きやん。新薬長とかね。ヒカルくんとか。野田ゾーリとか。うん。30分枠で、俺が50円払うと、延長ができる。あ、延長見たい人、アイテムお願いします。もう延長チケットないんで。アイテムお願いします。もしアイテムなかったら枠取り直すわ。風船ありがとう。ま、枠さんありがとう。パンは意味ないもん。おはようたくみさん、昨日ありがとう。いや寝癖。アイテムありがとう。ちょっとお皿洗ってくるね。ロハコさん眺めてお皿洗ってくる。風船全然燃えるかもだよ。お箸は捨てちゃって、ここにゴミ袋また作って。オッケー。ありがとう、ごちそうさま。美味しかった。ちょっと小腹でもなんか入ってればいいでしょ。いやー、助かるよ。ありがとう。どうすっかな。もうすぐやむんじゃないかな。音がしなくなってきた。ね、落ち着いてきたね。ロアコさん何見てんの？うん、いやパソコン見てんじゃない。うん。うん、いや知らん。千葉大学の授業員何してるか。うん。よいしょ。リア凸はリスナーさんからのリア凸とワドさんのリア凸。両方とも OK だね。俺からのリア凸も、要は会えばいいっていう感じ。ただ、知らない人に会っても意味ないから、一応ワドとつながりがあったりとか、放送を見てる人ね。うん。そう。うん。あんまいじらないの、そういうの。うん。病気なんだから。うん、梅飲んでいいこれ、うん、サンキュー。差し入れは NG。 なんだろう、支援、現金の支援は受け付けるけど、あのね、やってみると分かるんだけど、この前突発的なリア凸でありがたいんだよ。迷惑なんじゃないからそこ誤解しないでほしいんだけど、ありがたいんだけど、3人リア凸来ていただいたときに、やっぱり1人ジュース何本か5本ぐらい持ってくるんだよ。で、3人ともジュース、そう、ジュースをみんな持ってくるの。で、そうなると、俺、ジュース飲みかけとか飲んでるやつ、12本ぐらい抱えて家に帰ったんだけど、それさ、旅の荷物としてはめちゃめちゃ重たいんだよ。で、前回もいろいろいただいたのよ。その、16タルトとか、その、もらったんだけど、結局ホテルで食うことになるわけよ。で、一人で食えないじゃん。そう。だから、正直言うと、差し入れ、ありがたいんだけど、だったら、飯行かないとか、ご飯おごるよとか、その荷物にならない方が助かるの。うん。その方がいいですね。
あとは、その、支援して、ステッカープレゼントとか。梅汁濃いのうまいよね。これめちゃめちゃうまい。うん。出没情報はこの放送でわかるよ。今どこいんのって。おー、ふわりさん、花火ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう。あと60分ぐらいだ。あと60分ぐらい。それまで行っていい？ありがとう。うん、でも1ミリぐらいだけどね。あ、そう。うん、まあ、なんとかなるでしょ。うん、初見さん、ありがとうございます。うん。下着とかもいらない。うん。服もいらない。あのね、だから、面白おかしく、ワード服ないだろうっつって、前回も、リアトスした男の人に買ってもらったの。うわ、やったーっつって開封枠やったら、セーラー服だったからね。うん。レチンさんいらっしゃい。ワード2く見た。どこ行こうかな。うん、どこ行こう。初見さんいらっしゃい。タバコはありがたいかな。うん。俺が吸ってるタバコ、アメスピは。でも、1箱2箱ぐらいでいいけど、でも、それだったらステッカーゲットしてもらいたいかな。1000円で1枚だから。1000円支援で1枚プレゼントだから。ほんと一番助かるのは、金金してるようで申し訳ないけど、現金が一番ありがたい。うん。上から順番に、南房総。まあ、ルール的には都道府県を全制覇、47都道府県制覇だから、そこは、まあ、あんまりきついルールじゃないと思ってるの。全都道府県制覇して、で、あとは1万人リアトツだから、1万人リアトツが一番ネックだね。もちろん、大阪方面にも行かせていただきます。あ、トカゲのおっさんいつもありがとうね。今ね、ロハコさんの家。限定的で申し訳ないけど、ロハコさんの家に。ん？ですかわいい。いや、かわいい。新潟行ったらサノッチいるじゃん。サノッチ絡んでくれるかな。わかんない。ねえ。まあでも、何系列ないから。だよね。うん。時間的にどっかで風呂入って夜はリアトツ待ちしながら移動する感じ。どうだろうね。いや、全然何でも構わないんだよね。雨降ってるから、あれなだけで。ほんと、リスナーさんがいるところにとにかく会いに行きたいって感じ。俺の目的は。まあ、風呂入りたい。温泉街あったら温泉行きたいなとは思ってるけど。風呂好きだからさ。おお、どうもどうも、ゼニバ。今日どこ行こうか今話し合ってたんだよ。うん。生主聞きたいよね。そうそうそう、リスナーいないかもだから。で、だから、この中の200人ぐらいの人の中で、今俺どの辺にいるから来てよとか。東京でも、千葉でも。それが一番ありがたいんだけどね。どっかで待ち合わせしようとか。横浜はね、行くんだけど、実はルート的に北目指してるから、千葉の方になっちゃうんだよ。うん。昨日が新宿リアトツ町だったんだけど。いや、旅はね、ほんと疲労半端ないよ、やっぱり。歩くから。旅はね、結構疲れるんだよ。淡路島か。ちょっと厳しいかな。うん、東京ドーム近いですね。千葉待ってる？アンズさん千葉で本当に待ってる？だったら俺、出るよ。千葉駅でいいの。千葉の千葉駅、うん。いや、もちろん全国回るから、ローテーションだから、いずれは行くから。東京ドームシティ面白くないよ。一人で行っても。あそこデートスポットだから。14日に横浜来てくれればステッカー買いたかった。限定的だな、随分。14日に横浜。うん。千葉といえばマニア様。あ、マニア様千葉なんだ。マニア様何回か会ったことある。マニア様はもう放送しないやん。あ、引退したの？どうしようかな。
ああ、ありがとう、トカゲのおっさん。ありがとう。嬉しいコメントもありがとう。千葉の生主って誰だろう？ナーボーとか。今日寒いよね。T シャツしか持ってねえよ、俺。服も買わねえと。肌着できたよ。どうしようかな。ロハコさんは旅出ないよ。ロハコさん病気だから。どうすっかな。風邪ひいちゃうよね。ヤミーも千葉か。あ、ヤミーは絡みあるからな。いっぱい寝た。何の病気？転換とかね。あと、そう。何？手がしびれるのは麻痺なの？頭部頸椎ヘルニア。ヘルニアだ。ヘルニアで手足とか麻痺してる。首のヘルニアだ。あの、神経を押しながら吐いてる。はい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 。だから神経が麻痺していく。圧迫されてんのね。ヤミーでも遠くなかったっけ？外れじゃなかったっけ？ヤミーどの辺だっけな。すげえ外れだった気がするんだよ。いや、日本全国回るよ。日本全国回る。ほこりとかは大丈夫だよ。匂いはね、俺鼻悪いからわかんない。匂いないよ。ないよね。多分俺の部屋の方が臭いと思う。ね、ティッシュ使って。あ、はいはい。ピス。あ、ぜひぜひ、横浜リアドズ、お願いします。横浜も結構リスナー多いんだよね。反対方向行けば？横浜？春になってから、春過ぎてから北海道方面に行けば。最初南に行って。それもありだよな。そっちには大阪とか大都市があるから。でも俺ほら、一回南下ったのよ。あ、そうなの？そう。2年ぐらい前。四国とか、鹿児島まで行ったから。だから、北の方のリスナーさんに会いに行った方がいいのかなとか思って。そう。特にほら、青森とか岩手とかリスナーさんいてもさ、生主来ないじゃん。だから、そういう人たちに喜んでもらえたらなと思ってんだよね。ああ、なんか、ね、知ってる生主来たってなったら喜ぶじゃん。嬉しいじゃん、ぶっちゃけ。沖縄ラストなの。実は俺沖縄の血半分入ってて。そう。で、血の繋がってるじいちゃんの墓でラストにしようと思って、そこで。他の配信者コラボじゃなくて、窓単独の旅。あ、全然全然単独でやるよ。もちろん。今日はじゃあどこ目指そう。千葉行こうかな。そう、沖縄がゴール。いや、なんかね、目が痒いんだよね、今日。花粉かな？どうしよっかな。活魚はいい。遠がね、遠いんだって。分かってないんだって。資金はあるよ、大丈夫、現金は。現金はある。まだ余裕あるよ。昨日、ほら、ステッカー。屋根付きベッド付き。え？屋根付きベッド付き。何、屋根付きベッド付きって。やだよ。ペット、お化けじゃん。現金はほら、昨日17枚ステッカー、ね、支援いただいたから、17枚分。余裕ありますよ。ロアコさんに1万貸したけどね。でも、5月来月振り込むって言ってくれてるから。ソロ突撃。ソロ突撃か。お化け、心霊スポット。いいじゃん。いや、昨日それで人笑い取れたんですよ。旅人からこいつ金借りるのかってコメント荒れてたからね。担ぎは近いの？え、アンズさん車出せる？アンズさん車出せる？今日。担ぎ。
要は配信映んなくていいから、どっか東金の駅かなんかに行ったら、車出してもらえます？アンズさん。そしたら俺ピンで担ぎをやるよ。そう。ピンでやるよ。車出してもらえんなら。うん。リスは顔出しなくていいよ、もちろん。うん、俺に会えばいい。あ、会ったことが声とかでわかるじゃん。うん。送ってくだけ、送ってくだけ。あ、でも帰りも、あれしてもらいたいかもしれないけど、その駅かなんかに。え、寝配信でポルタガイス置きまくってた？マジで？いや、もうここ安定だからね。うん。なんか、その、やってもらえるの、いや、めんどくさかったらいいよ。アンズさん。嫌なら嫌だって言って、めんどくさいって言ってもらって、リアドツだけって言ってもらえれば、全然。もし車出してもらえるんなら行きたいっすね、活業。いや、車出してもらえるんだよ。活業に泊まるのはやめてよ。嫌だよ。嫌だよ。泊まりたくないよ。絶対嫌だよ。絶対嫌だよ、泊まるのは。それ面白いよね。でもね、リスナーさんに、よっしゃ、帰るかっつった。あれって。アンズさんいないってなったら面白いよね。泊まんなきゃって。それ面白いよね。リスナーさん気使ってくれて。で、うん、他の放送者がリアとする、うん。それはできるリスナーさんだよ。はぁ。車出してもらえるのはありがたい。多分ね、東金あたりに住んでる人だったら車絶対ないと生活できないから。あ、ティッシュもらっていい？ごめん。パーマじゃない、寝癖。寝癖。活業っていうのは有名なハイホテルで、殺人事件起こったんだっけ、あそこ。有名な殺人事件起きてんだよ。多分ね、活業って検索したら出てくるよ。ハイホテルで。多分ね、もうほんと全国屈指で有名な。うん。超でかいラブホテル。病院みたいな大きさの。みんなが思ってるラブホテルじゃなくて、もう、でっかい、バカでかいホテル。え、いいの？マジかよ。俺今日活業？うわー、許可出た。マジで？え、行くじゃん、今から。マジか、俺活業、心霊配信嫌なんだけど。マジでいいの？今日？うわ、最悪。最悪の流れが来た。ベッドあるからね。マジで？ベッドで。活業泊まり配信マジで言ってんの？超怖い、やだ。ブレアビ、俺だって心霊配信の道具持ってきてないよ、ライトとか。あ、まあ、車でドンキとかで買えばいいか。マジかよー。最悪。今日？アンズさん。アンズさん、今日？どこ駅に集合すればいいっすか？どこ駅？いやー、マジきつい。嘘だろ？男を見せるんだよ。いや、あんなところで一泊とか死ぬぜ、ほんとに。みんな10分で出てくるんだね。10分コースだよ、あんなの、怖くて。うん、いや、活業っていう超激ヤバ心霊スポット、千葉にあるんだけど、殺人事件が起こったところで、女の子が、殺されたんだよね。電気ポットのコードで、見つめられて、バラバラにされて冷蔵庫に入れられてて、それを配信者が冷蔵庫を足でパカッて開けたら、バラバラ死体が入ってた。きつー。寝袋持ってないよ。うん、ベッドついてる。サイパンありがとう、フォロー。え、ロハコさんの声聞こえた今。ロハコさんの解説聞こえた？うん。ベッド付きで。だって、ホテルだもん。持ってる？いや、これ結構有名な、もう殺人事件があったところの。そう。日本で1、2って言われてる心霊スポット。うん、大網駅何時ぐらいまで大丈夫？アンズさん。大網駅。検索するわ、今から。大網駅。全然いいけど、大網か。また、駅地だな。江戸川橋。
道川橋、江戸川橋から、大網、大網。電車。遠いなぁ。旅っぽいよね。ラスで強姦殺人か。新木場から大網駅まで一本か。新木場なら地下鉄有楽町。そうそうそう。うん。1210円。じゃあ行くか。何時ぐらいまで大丈夫？何時間ぐらいまで大丈夫？あと充電だわ。充電問題だわ。何時ぐらいまで大丈夫っすか？アンズさん。大網行くんで。そう。夜の何時ぐらいまでいいよっていう感じ？何時でも OK？ いや、遅くなってもいい？うわ、マジかよ。ちょっと待って、バッテリー持たねえぞ、これ。バッテリー持たねえぞ。こっちのバッテリーが、バッテリーチェンジのために、これ、あと13分で一回切り替えるわ。眠くなったら帰ります。じゃあ、とりあえず今日は、じゃあ、千葉の大網に行きます。大網。要はもう、僻地だね。僻地、うん。電車で、移動距離が、電車でね、1時間半ぐらいかかるの。だから、もうちょっと、ロハコさんの家で充電させてもらうわ。マジか。宿泊代かからなくてよかったね、じゃねえわ。俺、活魚かよ、今日。もうやだよ。マジで言ってんの？まあでもね、アンズさんリアとつゆね、1位稼げるわけだから、行くわ。大網を、いや、僻地だぞ。大網白浜市は、最近まで町だったレベルで田舎。東金と同じレベル。じゃあ今日心霊配信。二人で、おー、リアとつ2だって。リアとつ2だ。ねえ、ありがたいね。え、なに？幽霊のリアドツはカウント減らしていいの？ポルターガイスト1に対してリアドツ1でいいの？ラップ現象とか。うん。あ、サダコだ。1位って。マジかよ。まさかの心霊かよ。現実の中ね、昨日、ちょこっと冗談で言ってたのに。ね。冗談で言ってたのに。千葉のだるま神社。あ、わかんない。プリンプリン。でもさ、千葉県のさ、リアトツスポット全部すっ飛ばす感じだよ、これ。いきなり大網まで行くってさ。だって、千葉駅とか船橋とかさ、柏とか全部熱いところすっ飛ばすんだよ。バカなんじゃないの、俺。だるま神社も有名なんだ。ロハコさんも一緒に行かないの？だってよ。行かない。きつー。誰も助けてくんねえかんな。取り憑かれても。ブレアウィッチプロジェクトみたいになるじゃん。いやー、怖え。いやー。銚子側まで行くんだぜ。何このルートおかしいでしょ。ね、舞浜とかね。アホだな。機材があるなら動画撮影もしてほしい。いや、生放送やりますよ。電波あるのかな？
電波はある？あるかな？大丈夫？うん。電波あるかな？殺された部屋が赤い部屋でしょ、うん、ああ有名じゃん。奥いなんと奥から入ってって非常階段から上がってって一番奥から二番目の左。電波なかったら帰る。え、ちょっとアンズさん聞きたいんですけど、大網ってあの、満喫とか泊まれる場所あります？満喫とか。その、漫画喫茶的な、その充電とか、次の日とか。冷蔵庫はだって開けたらあかんでしょ。死体現場でしょ。冷蔵庫は警察持ってっちゃった。持ってっちゃった。残った冷蔵庫は別の冷蔵庫だけど。一人か。モンタン連れて。つれえつれえな。泊まれる場所ないよね。しかもさ、そうだ、東京とかシャワールームあるんだよ。その満喫とかでも。あの、田舎の方行くとシャワールームないんだよな。大網ないか。まあ、いっか、旅だもんな。不便を楽しむもんだもんな。シャワーとか贅沢だよな。そう、一週間ぐらい風呂入れなくても、うん、格好しないと。ねえ。どんどん山沿い行くんなら、ねえ。どんどん、なくなっていく。うん。一人一人、ロハコさんは家から出ないよ。いやー、マジか。マジか。ご祝儀ください。体張るんで。体張るんで、行くんで。行くんで、電車代が1700円かかるんで、ちょっと誰かご祝儀ください、花火の。片道1210円だから、花火3発ぐらいちょうだい。行くよ！行くよ！ありがとう、サヤポンさん。花火ありがとう。行くから。体張るから。電車代ちょうだい。温存したい。ほら、体張るよ、俺も。うん。高谷さんお疲れ様です。今日、東金行きます、今から。あれ、高谷さんはどこだっけ？住んでるところ。みんなありがとう。おー、たくみさんも花、風船ありがとう。みんなありがとう、アイテム。そう、電車代ください。電車代ください。いや、きついなぁ。でもさ、僕の部屋から、うん。活業行くってすごいよね。すごいよね。なかなかだよ。バガプレゼントありがとう。バガありがとう。ありがとうね。日本屈指の心霊スポットだよ。多分ね、みんながイメージしてるぐらいの広さじゃないよ。カツギョの隣のモーテルが安いから、うん。あ、そうだよ、モーテルあるじゃん。だから、そうだよ。その子と一緒に一度入って、いや、一人で入ればいいじゃん。うん。うん、そうだ、ラブホ街だわ、あそこ、カツギョ。安いの。いくらぐらい？ 3000 円とか。3000円。あ、オッケーオッケー。じゃあ、宿泊先は、なんとかなるわ。カツギョの隣が、そうだそうだ。モーテルだから。そうだ、モーテルだ。うん。うん、巨大モーテル。そうだそうだ。活量の3倍ぐらい。うん。あー、サヤポン、初めて花火ありがとう。みんなありがとう。1200円にはなったかな？もう一発！誰かもう一発花火くれ。もう一発花火くれ。もう一発。もう一発でね、電車代浮く。あと、ジュース買える。誰か、花火一発くれい。いや、旅序盤だけど面白い展開でしょ、これは。まあね、これが旅だもんね。みんながおすすめのスポットに行くっていう約束だから。うん、おすすめかつが。でもみんな欲張りだからな。体張らせるよな。マジか。じゃあ今日は活業っすね。心霊スポット。
つ。じゃあ、アンズさんにドライバーをお願いするんで、皆さん、アンズさんにパチパチお願いします。今日はアンズさんに、リスナーさんにお世話になるんで、大網から、活業まで送っていただけるそうなので、皆さん、アンズさんにパチパチお願いします。ご覧、あー、チデちゃん、ありがとう、花火。オッケー、もうアイテム大丈夫です。電車代確保できたんで。ありがとうございます。アンズさん、よろしくお願いします。ね、アンズプレゼンツ。頑張るよ。行こうか。行こう。何持ってったらいいかな。なんだろう。飲み物はある。あとは？ライト。東金とかってドンキホーテとかある？帰りに寄れる？なんか、ある？アンズさん。懐中電灯とか買ったりとか。あるかな？うん。あ、大丈夫。千葉のヤンキーは大丈夫。メガドンキある？うん。いやー。お、マジで？ナルト？それ送ってってもらえる？買い出し。活業行く前に買い出し配信も OK。オッケーだったら、もうそのまま出ちゃうから、俺、充電したら。とりあえず次枠開くけど、充電するから。オッケー。それ、買い出しも付き合ってもらえるかな？大丈夫？アンズさん、仕事とか。大丈夫っすか？もうこの、ね、昼まで250人集まっちゃったもん。これは絶対行かないとね、約束しちゃったもんね。うん、まあまあなんとかなるっしょ。じゃあ活業でリアトツ皆さんお待ちしてますんで、活業に集合でリスナーさん活業に来てください。活業に、うん、みんな待ってるよ。俺活業のハイホテルでみんなのリアトツ待ってるからね。超怖いよね。ワドーって声聞こえたらえーってなるよね。俺ワドー、俺だよって、誰だよってお前誰だよってうん。トカゲのおっさんまたね。おい、田村さんはどつ。何のツアーだよね。いやー、心霊エリアとつ。怖いよね。いや、マジで一人で行かないと、だって、面白くないでしょ。みんなは。うん。買い物 OK、ありがとう。活業でフィリピン人に募金頼まれたら笑うよね。はい、ワトツー大福さん、久しぶり。今日は心霊スポットで一泊だそうです。疲れ抜けねえぞ。はい、じゃあ一回バッテリーチェンジするんで、一回放送切ります。お疲れ様です。俺の心霊配信結構有名だよ。YouTube に動画上がってるから見て。何時くらいですか？ちょっと次枠で話しましょう、それ。次枠で話しましょう。お疲れ様です。電車乗ってるうちに千葉県も雨やんで。うん。あ、オッケーオッケー。うん。とりあえず心霊だから夜中がいいもんね。どうせなら。お疲れー。お疲れーみんな。次枠行きます。バッテリーチェンジします。お疲れー。バッテリー。トリオツデイズ。みんなフォローしてね。やだなぁ。なんで心霊配信なんだよ。無茶ぶりだろう。西野に負けてる？何が？初見さんいらっしゃい、こんにちは。ザラムさん。よろしくお願いします。日本全国リアツツの旅をやってるワドです。今日はね、ロハコさんの家にいます。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。
いや、それがね、日本全国2日目なんだけど、今日が旅。日本一の心霊スポットで1泊することになりました。最悪だよ、本当に。最悪だよ。男子枠で一番初めに出てる。だって俺今枠開いて1分だよ。今ブラウザ更新してみ。はい、こんばんは。和田さん、舞さん、久しぶり。いらっしゃい。なんで俺心霊スポットで一泊しねえといけねえんだよ。次の隣の方怒ってる。心霊スポット嫌い、俺。苦手。石野83人だった。始めて1あそ分、こに5な分ぐらい経たないパと。チンコ屋があるところのさ、パチンコ屋があるじゃん。パチンコ屋あんの？潰れた。潰れたパチンコ屋があんだ。そこは店長が首を吊ってる。ええー、マジで？やだ。千葉県の勝業っていうところ、検索すると多分有名だからすぐ出てくると思うよ。勝業。千葉県の東金かな？勝業。勝業行きます。勝業。それ。一人かくれんぼとか、超怖えじゃん。何その遊び。ぬいぐるみ買ったけど、自分の髪の毛。やだやだやだ。生きた魚の方だね。勝利の勝じゃない。勝利の勝じゃないね。厳しいな。東金市勝業。それ合ってる。それ。東金市勝業だね。同行はしないよ。ロハコさんは。同行はしない。いやー、大変だ。110名さんいらっしゃい。でも、ライトないと真っ暗だよね、あそこ。懐中電灯買わないと。いや、俺は楽しくないよ。俺は楽しくないよ、全然。俺は全然楽しくないよ。リアとつなぐのラップでやだよ、お化けとか。俺は全然嫌ですよ。全然おじ楽さしんくがない。この前とバーンと言ううーわ、マジで？マジで言ってんの？壁蹴ったみたいな。ええー。金属の壁を。マジで？お化け怖いじゃん。お化け好きな人いる？いないでしょ。いや、みんなは楽しみかもしんないけどさ、俺は怖いよ。霊はいなくても怖いでしょ。それは、霊がいるかいないかは別として、怖いのは怖いよ、そんなの。そんな、それは別の理屈だよ。全然。そんな揚げ足取られても。矛盾してても全然いいよ。怖いもんは怖いんだって。じゃあできる？みんな。廃ホテルで日本一の心霊スポットへ一泊できる？霊感は、それが、あるんだよ。俺は気づかないんだけど、周りが言うの。活業とパッとしなかったけど、俺の知り合いが数人で行って写真撮ったら、その中の一人がなぜか二人になってて、撮れた。最悪。今から東金だけど、充電終わったら東金行く。充電終わったら東金。嫌ならってなって、配信者だもん。体張らないと。体張らないと閲覧取れないもん。大手になる旅だから、これは。大手までまっしぐらの旅だから。これ使ってもいい？ローコさん、パソコン吹くの。
やだなぁ。はい、ワード2、ゴルゴいらっしゃい。いらっしゃい。頑張りまーす。頑張りまーす。大丈夫？何時ぐらい？夜中だろうね、多分ね。夜中でしょ。夜です。和道の会社法もこの会社、いやー、企業は絡みたがらないでしょ、配信者とは。YouTuber だったらいいかもしんないけど。日本全国会社訪問の旅。頑張りまあ、ゆきさんいらっしゃい。お化けと警察、どっちが怖い？お化けでしょ、余裕で。警察なんか怖くないでしょ、全然。人間なんだから。逆なの？俺、普通にお化けだと思うけど。警察が怖いっていう発言をする人は大体悪いことやってる人でしょ。心当たりがあるから怖い。なんだっけ、それ。ユニクロで働いて6ヶ月。潜入取材やったやつだよね。あ、いってらっしゃい。活業って電波あんのかな？廊下がないんだけど、部屋に入ると窓が抜けてるから、電おー、波が。大丈夫かな？サムライ魂さんいらっしゃい。あ、ライズアップだ。
おい、カエルちゃん、ワード2。一泊、いや、朝までいればいいんじゃん。さすがに止まらないでさ。いや、でも飽きると思うよ。もう出ようぜ、っつって。そしたらラブホテル泊まればいいじゃん。モーテルあんだから。それでよくない？そんなさ、だって、朝、明るくなっても別にいようってならないでしょ。だから数時間滞在してればいいんでしょ？そこで。要は太陽が明るくなるまで。うん。それでいいんじゃないかな。うん。あ、海老蔵さんやってるんだ。活業。うん。無料で泊まらせてもらおう。はい、ワコツ、クエルボさんいらっしゃい。ワード2、クロスキーいらっしゃい。という大福さんいらっしゃい、ワード2。あ、たくさんフォローしてくれてありがとね。うさぎさんフォローありがとう。よしくんフォローありがとう。よんよんフォローありがとう。さやぽんフォローありがとう。ゆうさんフォローありがとう。ふわりさんフォローありがとう。ゼジルさんフォローありがとう。花子さんフォローありがとう。裏アカデースさんフォローありがとう。スキュームさんフォローありがとう。モージェリプリコさんフォローありがとう。モンザエモンさんフォローありがとう。栗の鍋さんフォローありがとう。ヤムちゃんお疲れい。はい、ワードツー、ソセパンさんいらっしゃい。ロハコさん切れないよ、俺には。仲いいもんね。どうした？眠い？あ、寝ていいよ、全然。今はね、ロハコさんの家。うん。熊ももいらっしゃい。まだ東京だよ、俺。まだ東京。今日は止まんない。今日はね、千葉県の日本で一番有名な心霊スポット、活魚っていうところがあるんだけど、そこで一泊することになった。今日は活魚。心霊スポット。うん。誰も一泊してない。
え、なんでワドスねって言われてるのかわかんないんだけど。フローカさんいるよ。心霊スポットで一泊ですね、今日は。心霊スポット一泊です。きついよね。何時出発？今のバッテリー、バッテリー要は3本あるんだけど、最後のバッテリー充電してて、1時間半って書いてあるね。バッテリー完了まで。じゃないと、その、心霊スポット行っても配信ができないんだよね。大丈夫？ワーカさん、そうだね。喘息もあるんだっけ？喘息も。日のほど寒いので山ほど着込んで、服持ってきてない。T シャツしか持ってないから、向こうで買うドンキで。ドンキで買います。あ。おはよう、ドクトル X。おはようございます。あ。ワドさん、無職ですか？俺、プロ配信者。仕事中、now。仕事やってるよ。お疲れエージェルで、車、リスナーさんが車出してくれるって。刺したい？いや、俺揉めてないよ、全然。え、なに？刺したいって何？殺人予告？殺害予告されてんの？俺。なんで？なんで？俺別に揉めてないよ、全然。一発抜いとけ？なんで？なんだろうね。なんでか知らんのか放送で言ってた。あ、そうなの？はい、ワード2、マリアンいらっしゃい。あ、アンチョがいてイライラしてんのかな？アンチョがいてイライラしてんのかな？はい、ワード2。よいしょ。なんだろうね。
全然ちげえじゃん。俺、さっきの話聞いてた？みんな。俺、銭湯とか、温泉に行きたいって言ったんだよ。俺、温泉に入りたいって今日言ったの。誰が心霊スポットで一泊したいって言ったんだよ。話聞いてねえだろ。なんでこんな流れになってんだよ。全然おかしいでしょ。全然ちげえじゃん。俺が望んでるものとさ、リスナーが望んでるものにギャップがありすぎるよ。カラーギャングが流行ってんの今。活業で。活業に風呂あるよ、ラブホ界の。勘弁してよ、本当に。なんでこんな体張らないといけないの？いや、もういいよ。うん。活魚って日本で一番有名な心霊スポット。よく来たらドン！何回声出すのね。うおっ！次こそ温泉行こう。昼間でも怖いんだからさ。ねえ、うん。次は温泉行こう。明日は温泉行くわ。明日は。もう大網からすぐ出る。温泉に向かう。温泉で有名なのはどの辺かな？茨城ないもんね、温泉。芝もないし。なんか関東圏内で温泉って栃木の方行かないとないのかな？福島って温泉ある？福島。いつもおかしいのって言ってくれるって言ったら、おかしいの？いや。うん。茨城は、お風呂ってあんま聞いたことない。茨城も行ったことないんだよな、そういえば。うん、おやすみ。うん。家出るとき声かけるね。あ、電気暗くしていいよ。うん。だね。ロハコさんお休みになりました。茨城県は筑波山か。山登りってどうなんだろうね。栃木か群馬。通らないかな。袋田温泉っていうのがあるんだ。温泉行きてえな。福島温泉の数全国5位。あ、あるんだ。鬼怒川温泉ってどこだっけ？栃木か。でも栃木通らないでしょ、今回。鬼怒川いいね。飯岡ってどこにあるんだろう。飯岡って何県？飯岡。で、小さくてもいい、全然。ゆっくりしたい。なんか、もっと俺が望んでた旅、かっこいい旅なんだけどな。なんか、作家みたいな旅を望んでたのに。なんか、バックパッカーみたいになっちゃって。全然イメージしてるの違うんだけど。千葉の飯岡？へぇ。大網から近いのかな？近かったら行ってみたいな。旭市。どの辺だろう？ちょっと検索するか。飯岡ってどの辺だ？明日には茨城入りたいかな。大網の真逆だ。千葉のホテル三日月の黄金風呂。旭市で闇に突もいいかもね。あー、こっちの方か。なるほど。いや、方向逆とは言わなくねえか。道路がないのか。あ、高速が通ってないから逆って意味か。富里、タコ、香取、成田市があって、東金ってどの辺だ？東金ってどの辺だ？
東金、東金。あ、東金ってこの辺なんだ。ヤミー住んでるね、旭市。あれ？東金市ってどの辺だ？東金市が出てこないな。タコ。東金ってどの辺なんだろう。マップに出てこねえな。栄町、印西。今、江戸川橋。香取市。東金ってどこだろう。東金、ちょっと違うね、場所。あった、東金。この辺か。花ホテルの隣がグランドホテル。300円安っ。マジか。安いね。いやー、なんか、東京とかさ、スーパー銭湯2800円とかすんのよ。なんか、あれだよね。そう考えると、東京の物価が異常なのわかるよね。まあ、施設の作りが違うけど、300円だもんな。全然スパラクーアとか2800円とかするよ。安っ。品泉は200円。へえ。旅館とか泊まりたいな。どっかで旅館一泊したいね。新宿の安心宿の大浴場使用料なんか2時間で1500円だもんな。そう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 。しかもあれだからね。全然施設的にはボロボロだからね。どっかで合流したいよね。どっかで合流したい。田舎の方で。いっちゃんこんばんは。初見さんいらっしゃい。かやしょうさん。かやしょうさんいらっしゃい。かやしょうさん。大阪行ったよ、スーパー銭湯。うなちゃんまんにパソコンぶっ壊された後、銭湯行ったよ、有名なやつ。なんつったっけ。明日昼間、東金行く。今から行くんだよ。室内でリア凸中ですか？そう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 、ロアコさんの家にいる。うまいもん食いたいよね。スパワールド、それぞれ。スパワールド行った。
あのクラスで2800円とかするんだよ。そう。スパワールド規模で2800円ぐらい。成績的にはそんな変わんないよ。入場料がバカ高い。3倍近くする。今日クマすげえな、俺。クマがすごい。ちょっと外れるとやっぱり安くなるけど。いや、今充電してて移動時間考えたらこんなもんでしょ。あと2時間ぐらい、ね、8時ぐらいに家出ようかなと思ってる。あ、ようちゃんさんがリアドしてくれる人かな？アンズさんと一緒に。いやー、怖いっすよね。ようちゃんさんが、二人で行きますって言った人？ようちゃんさん来てくれんの？いやー、超楽しみだな。今日はリアドツ2かな。うん、はい、ワードツー、ニュー太郎さんいらっしゃい。東金じゃなくてね、大網っていうところで、車出してくれるって。大網。あ、よろしくお願いします、ようちゃんさん。よろしくです。千葉リスナー。千葉の初リスナー、リアドツ。歩くのはきついよ。歩くのはきつい。本当に。きつい。歩けなくはないけど、4キロぐらいだったら。まあ、2時間、3時間コースじゃん。昨日から旅配信。そう。昨日スタートで。で、歌舞伎町じゃない、アルタ前で7人リアドつきて、で、相馬ロハコさんの家行きた。マジで。心霊スポット行くときは角に怖がったらダメだからね。中にはいたずら好きの霊もいるから、角に怖がる逆に面白がってついてくることある。じゃ、どうすればいいの？ああ、名古屋、全然。ねえ、7人すごいよね。愛されてるなと思ったよ。うん。一人ね、突発的に来てくれた人はラッキーだったけど。うん。ハマグリいいじゃん。九十九里ってハマグリ食う？うん。ほんとね、歩きとか電車とかだね。ハマグリいいじゃん。ハマグリいいね。どうも、ザニーさん。ぜひフォローしてってください。日本全国リスナーさんに会いに行くんで。よろしくお願いします。焼きハマグリとか最高だよね。小坂池も近所にあるけど、なんかあったっけ？小坂池も心霊スポットだよ。うん。小坂池も心霊スポット。今日は千葉の、日本で一番有名な心霊スポットって言われてる、勝業っていう場所に行こうと思ってる。うん。オッケーオッケー。まあまあ、地元の人いるから大丈夫でしょ。小坂池も心霊スポット。で、違うんだよ。俺、小坂池は何回も行ったことあるのよ。それこそ、ロハコさんと言ったじゃん。小坂池は。ロハコさんと言ったよ。心霊配信ってライトがないと機能しねえかんな。なんつうの。やだよ。心霊スポットやだよ。今回特別だよ。花火もらって交通費出してもらったからさ。支援金が確定しちゃったらもう行かないと。心霊配信のネックは明かりと電波。もう本当にそこ、配信的なことを言うなら。
その二つ徹底して。大阪行け怖いよね。二時間ぐらいかかるもんね、歩いて。旅歩きも全然やりたいけどね。ロハコさんとは行かないよ、一人で行く。俺がロハコさんの家にリアドしただけ。バリケード越えてホテル入るまではいいけど、入ると一気に空気変わるから。俺、あそこのバリケードの前までは行ったことあるんだけど、あれどうやって入るんだろうね。ねえ、心霊スポットだけ見たいっていうわけじゃないでしょ、リスナーさんは。いろんなものが見たいわけだから。泊まるの嫌なんだけど、入るだけにしない？泊まる意味がわかんなくない？入るだけにしようよ。やだ。なんでよくよく考えたら別に心霊スポット配信でいいじゃん。なんで入ろうとするの？中に。なんで中に入ろうとするの？やめない？中に入るだけで。泊まるのはやめようよ。うん。泊まりは意味がわかんないでしょ。帰れなくなるだけだから。そう、泊まれ泊まれって言われてんだけど、泊まる意味がわかんなくない？うん。だから行くだけにしようよ。泊まり、怖えって、寝れないよ。うん。泊まって何かメリット、そう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 。泊まって何がメリットあんだよっていう。犬吠埼行けば、犬吠埼いいよね。ラブホーもあるしね。うん。犬吠埼まで行きたいけど、さすがにそこまで車出してもらえないでしょ。いや、こう、怖いから嫌だっつってんの。わ、伝わんねえかな。だって、俺稼がないといけないし、リアト2行かないといけないのにさ、なんで怖い思いして終わりなんだよ。意味わかんねえだろ。旅の趣旨からずれてるだろ。あ、イカメシさんいらっしゃい。バリケードは正面からの鉄柵があるから、そこを乗り越えるか、右側から回れば無理やり入れる。あ、わかったわ。なんだよ、鬼退治って。今回はね、企画の趣旨が全然違うからね。いや、怖いよ。しょんべんしびるほど怖いよ。ガチで霊が出てきたらどうするって、どうすんの？どうしようもないでしょ。どうすんの？どうすればいいの？逆に。何が正解なの？あ、プロ配信者です。無職じゃないです。プロ配信者です。プロです。桃太郎じゃねえつ。きび団子持ってけって。みんな人事だと思ってさ。みんな人事だと思ってさ。キャッキャキャッキャ言ってるけどさ。本人の身にもなってみろよ。じゃあお前らできんの？心霊スポットで。泊まるとか。香川さんとは違うんじゃないかな。わかんないけど。別に香川さん意識してないよ。いや、霊がいるとかいないとかどうでもいいのよ。いるとかいないとかじゃないのよ。怖いっつってんの。うん。狂気の沙汰ほど面白い。うん。
リームでしょ？お線香ね。怖、貞子みてえだな。いや、金持ちになるっつっても、まあ、俺は、まあ、リスナーさんからお金もらってるだけだけど、先月は3万、まあ、多い時で7万とかだけど、いや、怖いでしょ。怖いでしょ。じゃあさ、じゃあ、滞在して、花火一発につき5分延長するわ。花火一発につき5分延長するっていう。それでいいでしょ。30分で終わらせるから。ぐるーって回って。この世で一番怖いものは何ですか？自分の弱い心かな。うん。常に恐怖と戦ってるから、俺は。そうそうそう。やっぱ稼いでいかないといけないから。花火10発上がるために取り憑かれるっていう。いや、霊は見えない。ただ、ラップ音とかすごいらしい。どん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 とかパキッとかずっとなってる。今日はなかったけど、すぐ寝ちゃったから。でもなんか言ってたよ。リスナーさんが。なんか昨日、ポルタガイストすごかったって。やだな。行きたくねえ。行きたくねえなー。うわこさん体悪いのよ。病気だからさ。外配信結構気使わないといけない。で、旅配信終わったばっかりだから。うわこさん、旅部、学ぶか。和道ネックレスあるからね。幸運の。幸運のお守り和道ネックレスあるから。移動中暇だな。電車の中で俺1時間半何やろう。本でも買おうかな。あと1時間か。バッテリー充電。ねえ、つけてよ。つけてくんないと意味ないよ。みんなね、大切に保管してますって言うんだけど。いや、アクセサリーだからこれ。お守りだから。家に飾っても意味ねえぞ。みんな壁に飾ってますとか、大切に保管してますっていう。いつつけるんだって。ファブリーズって除霊アイテムってよく言うよね。これよくネックレスの方が弱いから、取れやすいんだよな。もう5回ぐらい俺ちぎれた。これは売ってない非売品、限定品。ステッカーは、1000円支援してくれた方、リアトツで1000円支援してくれた方に、このステッカー、プレゼントしてるね。このステッカー。これですね。この赤い文字は自分で書いてるんだけど、マッキーで。これをプレゼントしてます。1000円で。
ネックレスは売ってない、これ。もうずっとお世話になってた人だけに限定で配ったやつだから。非売品。これ売ってないっす。あの、T シャツとか販売してるよ。俺のプロフィールページに、グッズ、T シャツ販売って書いてあるじゃん。パーカーが売れてるね。ねえ、ファブリーズ、レイに聞くって書いてあるよね、よくね。みんないいよな、人ごとだから。人ごと羨ましいだよ、ほんと。新しいフォロワーさん、ジャーニーさん、ヤマちゃんさん、フォローありがとう。デイリーランキング1位取ってみてえな、1回でも。お、シャックンじゃん。シャックンって俺の知ってるシャックンかな。ここはロハカさんの家だから新宿じゃないよ。言っても俺も配信の企画で心霊スポット何か所か回ってるから怖さはわかるよ。あ、シャックン久しぶりじゃん。シャックン仙台だっけ？仙台行ったら絡もうぜ。うん、久しぶり。フォローして。仙台か。うん、ねえ、絡もうよ。いや、怖いもんは怖いっすよ。うん、よろしく。いつ頃旅に出るんですか？昨日旅出たよ、うん。石川県行くよ。いつになるかわかんないけど。日本全国旅してるから。いずれ行くよ。小峰トンネルとか吹き上げトンネルとかトンネルメイン。吹き上げトンネル行きましたね。洋平くんと。アニューさん全然来て来て来て。うん。どこ住みですか？全然。近く通ったら来てください。大分に来いよ。行く行く！いっちゃん。大分行ったらよろしくね。そっか、いっちゃんあれか、九州か。テレチャンピンの話は本当なんですか？え、何テレチャンピンの話って、ミオさん。いらっしゃい。何テレチャンピンの話って。払いたまえ、清めたまえ、六根清浄、和道を生ぼから救いたまえ。何その格好悪い呪文。石川県だ。うん、そうそう。なんか、ね。地方の人だってなかなか会えないから、だから日本全国回るよって、うん。そう、みんな有名どころしか行かないからね、札幌とかね、大阪とか。うん、俺は全都道府県回るから、来て。裸のやつ。うん。案内して。石川行ったら。
カルがテレチャンピンが全裸放送したから捕まってすごろなくなるかもって。あ、テレチャンピンの試合？いや、逮捕されたらなくなるんじゃないの。スロットはやりたいね。ナウチャンマン、初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。ヒッチハイクっていうか、リスナーさんに車出してもらいたい、俺は。隣の県までとか、隣町まで車出すよ、みたいな。そういう感じで移動したいね。せっかくの配信だから。現地の人に、車出せる距離まで、支援してもらいたいって。高画機動隊大好きですね。車貸しましょうか。俺、免許持ってないから、うん、車だけ借りてもダメなんですよ。運転してどこまで運ぶよって感じがありがたい。どうだろうね。警察が相手にするかとか、通報の数とか、その辺じゃないの。まあ、チンコの動画ツイートしたのは事実だから、自分でツイートしちゃってるじゃん。まあ、青山次第じゃないのかな。おー、ナウチャンマンマジですか。大阪じゃあよろしくお願いします。もしよかったら俺のプロフィールページに LINE の URL 書いてあるんで、LINE で繋がっておいてもらえると嬉しいですね。コテハンでナウチャンマンだよーって、大阪住んでるからよろしくーとか。じゃあ僕 LINE 登録しておくんで、大阪のナウチャンマンって。うん、動画何の動画、そうそう。で、LINE だったらさ、放送外でも、今どことかできるじゃん。うん、いや、大阪近くに来たから、よろしくとか。まあ、Facebook も Twitter も下に URL 貼ってあるんで、プロフィールページもしよかったら見て登録してください。青山の裸の動画、いや、消したんじゃないの、わかんないけど。LINE チェックしておいてください。あ、マジでバックアップ助かります、ほんと。よろしくお願いします。なんか、おすすめスポットとか、なんかあったら、うまいもんとか、ディープスポットとか。最近和道さんの配信しか見てないから会ったことないけど、友達みたいな感覚になってるんだけど、俺って変なのかな？みんなそうだよ。おお、和道、元気？俺だよ。誰だよ。みたいな。マブダチみたいな感じだけど、俺からしたら初対面だから。いや、みんなそうだよ。いや、ありがたいんだけどね。嬉しいよ。だけど、俺はそのギャップをこう埋めるのに大変なの。初対面だけど、俺は初対面のつもりだけど、向こうはもう何年も見てるから、そう、思い入れが強いわけよ。そう。だから、でも俺はその人のこと知らないから、その人とのトークができないんだよ。それはね、配信者あるあるだよ。うん。だからギャップがすごいよ。はじめまし。俺もそれなるべく埋めるようにしてるけど。うん。金銭面は大丈夫でしょうか？金銭面きついんで、1000円支援していただいてるごとに、ステッカープレゼント。リアトツで1000円支援していただいたら、ステッカー1枚プレゼントっていう、
もうやっていて。一応400枚持ってきたんで、はい。ぜひ、リア突して、金銭的に余裕ある方は旅の支援をお願いします。そんなステッカーいらない？うん。旅の期間は決まってなくて、日本全都道府県回ることと、リア突1万人。そうそう、みんなね、何年前から見てるから、俺のこと知ってるわけだよ。それこそもう友達みたいなノリで。俺詐欺で俺1円も稼いでないよ。予定決まってないのは大阪来るのいつ頃とかわからない感じか。そうだね。まず北海道北目指しちゃってるから。東京から。北海道いつになるかはわからない。ステッカー11枚持ってるからね。でもデザインかっこよかったでしょ、ミュール。そんなにクオリティ悪くないでしょ。その、まあ、ちょっと高いけど、その、なんつうの、悪いデザインじゃないでしょ。太平洋側から北海道行く。いいでしょ？デザインも質感も。なかなかそんなに悪いデザインじゃないと思うんだけどね。硬いやつに貼れば。うん。成田に行って呉服をもらってこよう。まず昼間。明日昼間。成田地元だから出入りしたくはないかな。かっこいいでしょ、レクチ。そうそう、日本海側からだね。うん。娘には見せられない。また変なグッズ買ったって。怒られちゃう。やっぱ家出るの8時だな。家は8時に出よう。廊下さんの家。夜の8時出て、体休めようかな。日本海側ほんと何もない寂れた感じが続く。うん。まあでも、会うべき人に会えたら、俺はそれでいいと思って。人に会いに行く感じだから。リスナーさんに感謝を伝えに行く旅だから。今まで応援してくれて本当にありがとう。頑張るね。ありがとね。感謝の旅だから。食えるようになって時間ができたから。治ってないでしょ？ハゲてる。うん。広いよ。育毛剤なんか使わない。いい感じ。髪の毛伸びただけでしょ。なんか韓国が戦争起こりそうな感じなんだでしょ？今。
今ね、ロハカさんの家だよ。いや、服買おうと思ってる。増えたかな、髪の毛。お前っていうのやめてくんね。一応名前あるから。ちょっと1時間寝るわ。よろしく。1時間寝よ。風船を10個プレゼントしました。風船プレゼントありがとう。宮城さん、ケニーさん、ありがとう。焼き鳥エビス西荻窪さん、自衛隊はいかんやろニートが召集されて落下さんて北に落とされるはず。ジャズマスターさん、これ旅。ケニーさん、すべて口から出まかせ。ケニーさん、せやな。傘の下山旅でもなんでもねえじゃん。ジャーニーさん、おやすみなさい。カナリアアットマーク、かずみち旅団団員 A さん、仮眠は大事。ゆうたろうさん、まあ、ぼちぼちで行こうよ。出口アットマーク、かずみち旅団演奏部隊さん、ぐっさい。ドロンパさん、これが旅配信。なんか想像と違う。ケニーさん、前は、霊なんて存在しない。これは霊は怖くないって言ってたけど、いざとなるとビビってんじゃん。中ちゃん、ほやいさんはどっの？アメドリくんさん、お前配信向いてないよ。
さん、女、女、男の子、男、女の子、男、男、女の子、女の子、男、女、女の子。肩の毛さん、終わったな。
Oh.
Thank you.
Thank you.
うん、ありがとう。行くか。走るか。花火100発上がった？花火100発上がってる？うん、マジかよ。花火100発上がってるねえじゃねえかよ。うん、おはよう、博さん。行くわ、ロコソン、そろそろ俺行く。そろそろ出るわ。うん、ありがとう、お世話になりました。うん、ああ、ロハコ亭最高だわ。ロハコさんちいいわ。よいしょ。よいしょ。歯磨かして。うん。うん。充電できたかな。できたできた。助かったよ。よいしょ。今日のロハコ放送は楽しみだぞ。俺、心霊配信好きだもんね。うん。よいしょ。みんな、ロハコさんがふわっち来た際には、ぜひ、フォローしてください。まあ、多分来ないと思うけど。うん。よいしょ。似てる放送みんな見てたの？ 150 人。すごいな。すごいな。うん。あと、のんちゃんがさ、俺の彼女ののんちゃんが、寂しくて多分、ロハコさんの家何回も来ると思うけど、よろしく。うん、ねえ、のんちゃん。僕も通過して今福島県にいる。え？雨雲？うん。おう。はい。
俺のゴーストが目覚めさせてくれた。俺のゴーストが。またロボットさん新レビューやろう。うん。帰ってきた。ああ。雨やんだね。うん。ああ、めっちゃ。パーフェクモーニング花火ありがとう。
あ、シソジュースごちそうさま、美味しかった。うん。コップ洗ってくね。コメントしたの。コメントしたの、うん、どこ誰に。アロハコさん。あー、こっち、うん、面白いこれ。はいはい、フェラチオ探検隊はちょっと面白い。やべえ、ドロンパのコメントやっちゃった。気絶しちゃうんでしょ。フェラチオ探検隊面白い。くっそ笑うわ。やべえな、ドロンパのコメントで笑っちゃったよ。探検してるかな。笑っちゃったよ。企画にも笑っちゃったよ。くそ。よいしょ。よし。この重いバッグを背負っていかなきゃね。配信中のコメ欄がカオスだった。マジで。大丈夫。大丈夫。うん。すぐ眠くなるだけだ。
重そう。重いよ。パソコン3台だよ。若いっていいね。僕それ背負ったら多分10メートル歩くの大変だよ。いや、全然歩いたよ。ローコさんの家、連絡つかなかったじゃん。いやいや、僕だったら。ああ、まあね。でも、重たいんだけど、これすごいのが、ここでさ、ここで止めるから、分散されるんだよ。ここでグリップして。で、どうやってやるんだっけ。これをこうして、ちょっと待って。ん？どうだっけ。次は、これか。これを、して、して、4点、ここでも止めるから。こんな感じ。よし、行くわ。メガネ。皆さん、ロハコさんでした。ロハコさんでした。8人目のリアトツはロハコさんの家で、しかも宿泊までして、ご飯までいただきました。ありがとうございます。ロハコさん、お世話になりました。じゃあ旅に出てきます、うん、行ってくるね。カツキを楽しみに行ってる。何時ぐらい到着予定？多分ね、10時ぐらいに向こうの駅に着く。10時過ぎだから11時ぐらいだ、配信は10時半から11時ぐらい。うん、栗鍋 OK ブロックね。ちょっと待って、栗鍋ブロックします。嫁激横だから、ちょっと待って。栗鍋、こいつね。ブロック。よいしょ。で、ブロックでーす。よいしょ。行こうか、じゃあ。浦和子さん、ありがとう。うん。ありがとう、ね。うん、元気で、うん。うん。大丈夫だよね。うん。何もないね。うん。じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。よいしょ。行こう。お邪魔しました。あれ、どこだっけ？どこで乗り換えって言った俺。新木場。え？終点ね。オッケー。じゃあ行ってきます、ローコさん。お邪魔しました。じゃあねー。ういー。って。ローコさん、ありがとう。よし。8人乗り跡つでした。靴が履けねえな。寝ぼけてんのかな。あれ、なんで靴履けねえんだ。なんで靴履けないんだ。よし、行こう。朝晴れ、よかった。
なんとかなるかな。霧雨。なんとかなるかな。いや、マンションだよ、あそこ。外観もいいし。いいマンションだよ。中はボロいけど。よし、気合い入れてこう、2日目。気合い入れてこう。頑張るよ。とりあえずね、2時間ぐらい移動だから。2時間ぐらい移動だからさ。よろしく。そんな寒くねえわ。昨日と変わんねえわ。1日で5キロしか進んでないとか言わないでください。ハゲません。てか、ハゲてます。大移動だね。大移動。東海も行く行く。日本全国もあるよ。ああ、もしよかったらリアドしてください。今日は今から千葉県の東金市にある勝業に行くんで、もしよかったらリアドス来てください。おい、抜け作さんはワード2移動距離の時何やるかだよな。1時間も暇なのか、うん、勝業心霊スポット配信で、花火一発上がるたびに5分延長。花火一発上がるたびに5分延長。泊まる場所は勝業。要は心霊スポットで一泊なんだけど、俺は帰りたいからすぐ近くのラブホテルに30分で帰るって言ってるけど、花火が一発上がるたびに5分延長しないといけない。超怖えぞ。マジで勝業行くよ。カズキ調べておいて、うん、いや花火稼ぐって俺別に普通に配信者だから花火は稼ぐだろ。廃墟ホテルだね。殺人事件があった。殺人事件が。築地じゃない。勝業は東金。日本で一番有名な心霊スポットだと思うよ。信じてないけど、怖いもんは怖いよ。勝業を調べたらヤバさわかるよ。いや、ハイホテルいない。あの、ホームレスいない。あれ、どこだっけ、駅、江戸川橋。あれ、江戸川橋の駅どこだっけ。トレンさんいらっしゃい。エビゾンさん行ってた。
ライトないから、東金で買おう。東京の夜景も見納めだね。神田川です。東京の夜景見納めです。ゴーストが起こしてくれたんだよ。俺の守護天使が。今から仕事なんだ。頑張って。じゃあもう駅に着くんで、また後で約2時間ぐらい電車で移動します。今から向かうの千葉の東金です。リアトツよろしくお願いします。お疲れお疲れ。これ降ってるよ。オツです。もし続き見たい人はフォローお願いします。お願いします。電車移動だね。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。